はい、今日は絹厚揚げです。これを水気を取って、はい、生姜です。生姜は薄切りです。多めに作っておきます。3点セット揃いました。はい、ごま油です。生姜で、ネギのみじん切り、そして最後はかつお節です。かつお節たっぷりたつは 3.5g、 あ、2.5g。 はい、えい、はい、カリッと焼いた絹厚揚げの完成です。動くんですね。完成です。
はい、ウォーカーダメです。タオルの上に置きます。抜けとってあるんですよ。はい、熱湯をかけます。シムフリーですね。これ匂いが取れます。はい、OK。 OK。 はい、ネギを多めに入れます。青いところですね。そして今度は生姜です。はい、生姜は薄切りにまず切ります。そしてだし入れます。だし、だし入れます。そして砂糖、醤油、酒とみりん、生姜を入れます。はい、少し蓋をして、十分はい、盛り付けでーす。グランタイムは2切れです。
これ、コラーゲンがたっぷり入ってますよ。はい、OK。